激しいな <laughs> 開幕から激しいな <laughs> あーもう初代プレステ特有のこのグラフィックいいですね味があってなんかパクパクしてる <laughs> いやいや <laughs> BGM がご機嫌すぎるご機嫌に実況していこう何こいつ

なんかマッドサイエンティストみたいなやつもいたいたろんなバリエーション豊かなキャラクターたち愉快ですね非常に愉快この人が主人公なのかなさっするにオープニング長くねちょっとこいつラスボスかあいつが黒幕か クーロンズゲート。ああ。というわけで、今回からこのクーロンズゲートという初代プレイステーションのゲームを実況していきたいと思います。クーロンズゲート。クーロン風水爆。かなえー、たったと申します。えー、このクーロンズゲート、去年ぐらいから実況しようと思って購入はしていたんですけど、オープニング始まっちゃった。<laughs> 愉快なオープニング始まっちゃった。 購入していたんですけどなんだかんだズルズル引き延ばしになってで半年ぐらい実況が予定より遅れてしまったっていう感じなんですがやっていきましょうか新たに始めるいやーこの「クーロンズゲート」自体はだいぶ前から知っていたんですけどなんか不思議なゲ <laughs> 不思議な雰囲気のゲームあるんだなっていうのは知っていたんですけど実際にこれがどういう感じのゲームなのかっていうのは全然知らないんですよね 説明書とか読んでもなんかゲームの説明というよりはゲームのキャラクターの説明とか空論城についての説明とかそういうのばっかりで <laughs> さっぱりよく分かんなかったんですけどなにこれこれ誰なぜ君がここに呼ばれたかもう分かっているはずだいやちょっとよく分かんないですけど空論城が現れた 委員会にあるべき空論場が。<う>あろうことか。この陽の世界に姿を現したんだ。っていうか、フルボイスだ。そのまま陰と陽が不用意に交わることにでもなれば。世界は意味を失う。必ずや崩壊してしまうだろう。ああ陰キャと陽キャの。陽キャの世界。だから、その世界を <laughs>。写真を監視 <laughs> これが我々の住む妖怪の風水だ。ほ<う>今のところ乱れることなく整っているほうほう。思ったよりちゃんと動くグラフィックですね。しかし、指長。それは何陰界にはしかるべき風水が見当たらない。 すなわち雲海では風水の源となる指針獣そう聖弥弥巣弱天風の見立てが全く行われていないおーベイブレードで聞いたことあるやつだ風呂上の中で指針獣の見立てを正しく行いさえすれば雲海の風水は自ずと立ち現れてくるはずだ話が難しい,い風呂上に侵入して風水を起こさねばならない <laughs> すごい白心でいろいろ喋っていただきましたけどはあはあはあ見立てって何よ <laughs> 見立てってどういうどうしよう <laughs> 見立てるのが目的なのねこのゲームは <laughs> 風水を起こすって言ってましたけど風水ってのがちょ怖い怖い怖い 委員会の様子がどのようなものか。私たちには想像もできません。声すげえ上品。しかし、おそらく気脈が著しく歪んでいると思われます。はあ。気をつけてください。はいはいはい。これを。気脈の歪みを見る風水スコープです。風水スコープ。気脈の歪み。えこれ操作待ち?。はい。 風水スコープを入手しました。あなんかスチームパンクな感じの渡された。はい。バタフライエフェクトみたいな。風が吹けば何とやらみたいな。いや、何度も言うようにちゃんと動くな。これ操作で、おっ、できるっぽい。はぁ、なるほど。お話をまとめると。 うん、今まで陰キャの中での文化だったそのアニメとか美少女キャラとかそういうのが陽キャの世界にもあの進出してしまったことでバランスが崩されてると陽キャなのにアニメが好きだみたいなこと言ってなんかそういうそういうやつらが増えてるっていうそういう話ですねなるほどなんかムービーが多いな でも、グラフィックすごくいいように感じる、初代プレステにしては。老状炉。流上路。なるほどな。過去に実況した、えドキオウキっていう、それも得体の知れない初代プレステのゲームがあるんですけど、それと似たような操作性ですね。うん。基本的に 3D 風の 2D というか、2D ではないんでしょうけど、こうやって方向転換して、 進んでいくみたいな誰瓶屋瓶屋って何瓶くれるのかななんか <laughs> ちょっともうちょっとビタミン C とかヒアルロン酸とか摂取した方がいいようななんかそんな感じの人出てきましたね皮膚,の皮膚のたるみがすごい人がなんだいあんたは 世の世界から送り込まれたそうなんだろで奥に行こうっていうのか自分自身は世の世界の人間なんだ奥どっちかっていうと陰キャですけど奥じゃゲイリーどもがうろついてるゲイリーは敵もののけはあ、はあはあ、魔物的なやつかもののけだよ邪気が物に取りついて生まれるはあ、はあはあ、なるほどクーロンじゃそれをキリツって呼んでいるんだ鏡屋はきっと邪気に耐えられなかったんだ <お>ー <laughs> 情報量が多いなぁ既立既立っていうのがあんのね話が難しいとりあえず清流朱雀ばっこばっこじゃねえ <laughs> 白鋼玄武四神獣を見立てればいいのね全く分かんねえ急にこの野に解き放たれましたけど ていうか雰囲気めちゃくちゃいいですね実際にこういうとこをうろつこうとは思わないですけど廃墟感がすごいのであの静岡県にこのクーロン城をモチーフにしたクーロンズゲートじゃなくてクーロン城実際に存在するそれをモチーフにしたゲームセンターとかあるみたいですけどね行ってみたいゼンマイヤここでは何が買えるのか鏡は戻ってこないんだあいつ一人で奥に行って 入っっていった,っていったさっきの瓶屋も言ってましたけど、鏡屋っていうのがそういう魔物を封じる何か力みたいなのを持ってる人なのかな鏡屋でも手に負えなかったみたいなこと言ってましたけど、奥だよ、この町の奥にはフートンと呼ばれる場所があるんだ。元は路地っていう意味だったらしいが、はあ、建物がでたらみに立っていて、木の流れを乱して,ん乱しているんだ、えー。鏡屋はそれを直しに行った。はあはあはあ ここのフートの中のことなら、ジョ屋マが詳しいよ。いろいろ出てくんなすげえいろんなキャラクター出てくる。フートンさえもちょっと今怪しかったもん、ちゃんと読めるかどうか。フートンね、路地っていう意味のフート。覚えていきましょう。皆さんも。あ、なんか、やつれてるやつがいる。瓶やゼンマイやこいつがジョ屋マかネジや違ったわ。 この辺はよそ者がうろつくところじゃないわかってるだろうあんたこの町で歓迎されてると思ってるのかなんか治安悪そうだなすげえ治安悪そうだなちなみにこれ同じ人にもう一回話しかけるとメッセージは変わるんでしょうかこの辺はあ同じだ同じだもこれ以上奥に行くと物ののけが出てくるもののけは何て言うんだっけもののけが出てくるみたいな そんなこと言ってましたけど、あれははは。ちょっと戻ってみましょうか。方向感覚がよくわかんなくなりますね。この十字キーに応じて進んでいるのはいるんですけど、この切り替えのエフェクトというか、進んでるこのエフェクトとかをウィンウィンウィンするんで、ちょっと方向感覚を掴むのが何がいいかもしれないですね。で、こっち行ったら最初のビン屋がいるところに来るんじゃないかな、いたけた,いたビン屋。ちょっともう一回話聞きたい <laughs>。なんだよ、あんた。はははは。 ちなみにあの物の毛はなんて、ゲイリーね、ゲイリーオッケーオッケー。グイリーだ、グイリー。グイリーね。キリツと呼ばれてるってさっき普通に読んじゃった、グイリーね。オッケーオッケー。クーロンじゃあそれをグイリーって呼んでるんだと。はぁ、あ、はぁはぁ、グイリーね、オッケーオッケー。で、何をしたいんでしょうなんか渡されたやつ、風水スコープ、風水スコープ、フートンの邪気を見る。これを装備すればいいってことなんでしょうかシザ。 8800ロンで流通している通貨これシ座っていうのは単位として使ってもいいのかな8800シ座っていう言い方してもいいのかなまあいいや風水スコープ使ってみようん何も起きないな何も起きないなこれ使えてることにはなってるのかなちょっとわかんねえなもう一回もう一回もう一回開いてな かかかこれ使えてるのかどうかよく分かんないとりあえずいろいろ何か知ってそうな人を探っていく話を聞いていく必要がありそうですねまだこんなんじゃ見立てられないわーこっち分岐が分岐があったりするのかどっかにまだ探索しきれていないルートが実はあるみたいなあっ坂く坂入り口これもう読み方正しいのあるんでしょうけど鍵がかかってるダメか錠前屋に今のところまだ会えてないんですけど ん今微妙に方向転換したあっここ微妙に方向転換する <laughs> こんなん気づかねえよこっちで前に進んだらねジ屋に行ってこっちで前に進めばいいのそういうことあっ行った行った <laughs> よかったやっとすんの暗い暗い暗い怖い怖い怖いあっこっちにも行けるのかなこっちはこれ戻るのか暗いな通れません こっちこれ戻っちゃう何だったんだ今の空間 <laughs> あここ行けるんだあここ行けるんだなんだよ <laughs> 行けないかと思ってたこれは何屋さんだ何かいるな何か作業してんな何屋さんがいるんだろう作業じゃなかった <laughs> 普通に電気がチカチカしてるだけだったおーすげえ ほんとにすげえグラフィック君は何屋さんだ錠前屋か君が古靴屋また新しいに出てきた何だお前どこから来たんだいやようの世界から来ちゃったんですよ鏡屋みたいにフートに入ろうっていうのかへ無駄なことだよやってみなきゃわかんないわかんないよ邪気に飲み込まれてそれまでよほう、はあ、んかいちいちイチャモンをつけてくるな こっちはまだやる気があるっていうのに。やる気があるうちにさ、その背中を押してくれる人は現れないかな。錠前屋がどこよこれ来た道じゃないよな。いや、これ来た道っぽいな。これ戻っちゃうな。え、こっちはこっち行けるおなんか自転車とかある。古びてんな僕、実際の空論城をよく、 知らないんですけどなんか Twitter とかで写真回ってきてそれで知ってるぐらいのその程度の情報量なんですけどエビ引き屋って書いてた今エビ剥き屋それだけで経営が成り立つんですねエビを剥くだけのでとりあえずこっちの古靴屋のこの奥にまだ進めそうな感じがあるので こっち行ってみましょうか。はい。あなんかいるよく見たなんかいた今。<laughs> 今なんかいたなよく見たら。こいつじゃなくて、あ錠前はいる錠前はいるけど、さっきなんかもう一人傘かぶってるやついた。そいつに話しかけておきたい。こっちこっち、この左側に、左側になんかいた。これ。え、これ話しかけれないの話しかけれるわけではないのか。 ちょっっと待って、これどっちか来たこっちはまた違うとかわかんない。はい。錠前屋。君に用があるんですが。鏡屋のことを聞いたかそうだよ。封筒に入ったきり戻って、戻ってこないんだ。なんかイケメンだな。うん、イケメンだな。色気感じる男だな。鬼脈の歪みは、八景狂の。 なんかかっこいい発ョウの角度がおかしくなったからだそうだ。フートの中にあるんだよ、発ッケの部屋が。たどり着けたのかどうか。戻って,こ戻ってなかっただろう、鏡屋。店の前にもいなかっただろう、いなかった、いなかった。店閉まってた。え、でで <laughs> なんか重要な手がかりくれるのかなとか、何かしらのフラグを立ててくれるのかなって思っちゃったけど、発ッケ発ョウかなんか、ウグイスの鳴き声みたいな。 そんなあ,あ、ちょっと待つちじゃあ間違えた <laughs> 間違えたあーとりあえずみんな鏡屋を心配してるからあなんか怪しい部屋もあるけどあそこには行けないのか鏡屋助けたらこの辺の人たちにも認めく認めてくれるんじゃないのかなあのネジ屋とかよそ者がとか言ってたネジ屋とかとりあえずこっちも階段のこのルートまだ行ってないのかなこっちかなこっちで合ってるかな順路方向感覚がむっちゃくちゃになるな うちから来た、来た道がこれ、ひょっとして。これ来た道か来た道っぽいな。なに来た道じゃないわ <laughs>。全然知らねえやつ出てきた。水銀屋。今までで今んところ一番やばそうなやつ出てきた。なにうちに何か用かうちの水銀は普通の水銀だ。特別にあんたに分けてやる。お、何かくれるただじゃないぜ。百0座あ、は単位でいいんだ。 いいよ、8800あるんだから持ってんだろシザ金だよこの世界じゃそう呼んでるんだ必要な分だけ抜き取ってやるああさあ私などうぞ100シザぐらいあれ,あれあれあれあ普通にアイテム欄から分けんの <laughs> めんどくさいなそれはアイテム欄を呼び出さなきゃいけないのかお買い物するたびにはいシザあげるえ100シザ使いましたはい 水銀を入手しましまた水銀は何に使うんだろう必要になってくるのかな水銀といえばまあ、あの、温度計じゃないけど、ああいうのとかに使われているような <laughs>。何これカリロ入り口。ちょっとわかんねえわかんねえ。あ、でももうここしか行けるとこないな。ここ行くか。はい。鍵がかかってる。 ちょっと待て、水銀は持ってるけど、水銀何に使うのか分かんないな。アイテム欄から説明。昔は高値で取引されていたようだ。はあ、そうですか。えーじゃあ,あとどこ行くのもう行けるとこ行ったような、そんな気はするけど。降りてって、水銀が必要そうなお店ってどこだそこに行けば。 また何かわらしべ長者的に何か別のアイテムを分け与えてくれるような気もするんですけどこっちは何だったっけこっちはあ、こっち何だったっけ <laughs> あエビムキ屋ね。エビムキ屋か。エビムキ屋ってこっち行けるのか。あこっち行けるんだ。こっちまで行ってなかったわ。えこれも閉まってんでしょどうせ。鍵かかってるわ。読めないし。ちょっとこれ読み方からわかんないな。ぐだりそうだな。クーロンズゲート。えどこ,どこどこどこ 次行くと次の順路こいつに話しかけたいんですよねこいつに話しかけれないんですよね古靴や子もんあんたワン人って知ってるかメッセージ変わった自分のことをものだと思い込んでそのうち半分え半分ものになってしまったやつらのことだワン人あんただったらどんなものを思い浮かべるんだえ半分になったやつ半分になったやつ えあ、選択肢出てきた。ワンに、半分になったやつ、自分のことを物だと思って半分物になった。どういうことどういうことこれ謎なぞえわかんねえな。これ失敗しても大丈夫かなえ扇風機扇風機が好きなのかへ、そんなもんこの街には売ってねえよ。え、どういうこと さっぱりわかんねえ話の内容がええ、もうダメもうダメなのミスったかなやっちゃいけないことしちゃったかなこいつ気になるなえー、じゃあ他の錠前ジョマイヤとかもメッセージ変わってないかなあ、変わってねえわジョ屋マイヤだけこういう顔のイラストというか CG があるんで今後もお世話になりそうな感じがすごいですねジョーマイヤちょっと水銀使えないかな水銀水銀使えるわけねえかうっ あ、びっくりした。え、超びっくりした。エビムキアの子供。どこにいたんだ、お前。いつの間に俺見たんだチョンキンガーデンの中にいた。あんた、風水然だろだったら助けなきゃ。チョンキンガーデンには、うちの店の脇から入るんだ。ねこの話、俺が教えたってこと内緒だよ。あいつらの耳に入るとひどい目に遭わされるから。おお、なんか。 どっかで聞いたことある声ですね。このキャラクターボイス。はあ、チョンキンガーデンって読む,読むのね。あれ。チョンキンガーデンの入り口ならさっき見たよ。ありがとう、情報。すげえ怖かったけど。<laughs> チョンキンガーデン行こう、チョンキンガーデン。チョンキンガーデンは、エビムキアの脇道から入るって言ってたけど、さっき見かけましたね。エビムキアの脇道から。オッケーオッケー、やっと進んだ。 こっちね。こっち行って、で、今左手にエビムキアがありますけど、それをやり過ごしてこう奥に行ったところに、うわ、なんかいるいやさ、<laughs> さっきまでいなかったやつが急にいると超怖いんですけど、チョンキンガーデン入り口、君誰俺が誰だかわかるか <laughs>。わかんねえ。わかるよな。確かにここはチョンキンガーデンの入り口だ。 まさかんた、手ぶらで入るつもりじゃないだろうな。尻尾灯は、鏡屋がも持って入ったきりだお。うちの店に何か代わりになるものがあ,るあったはずだよ。これ、君は何屋さん誰屋さん、君は。どこの誰屋さんえ、ちょっと誰、誰エビムキヤじゃないよな。エビムキヤではないとして。 他に店閉めてたんこれ鏡屋鏡屋見たっつってたもんなこいつのことかこいつが鏡屋かでも鏡屋が持って入ったっきりとか言ってたからあの言い方だと鏡屋でもない感じはするけどちょっと待てあいつが何者ちょもう一回話聞きに行かなきゃいけないかな 何これクーロネット端末何何そんな先進的な先進的な端末あるの何これセーブ機能とかおうおうおうおおお <laughs> 何これミニゲームえな何これあええな何これ <laughs> あなるほどセーブができんのかオッケーオッケー急な急だな はいセーブしましたでクーロネット端末はいいわもううーんメッセージ一緒だななぶ屋こいつ全然気づかなかったこんなやついたんだ油屋湯屋あ油屋封筒の中は危険がいっぱいだ 昔は人も住んでたのになぁ。うん。もうとても奥には入っていけないね。俺はここで油を売ってるのが、性、えー、に合ってるよ、はあ。いろんな意味でね。こんなやつもいたのか。びっくりした。んあメッセージ変わってる。気になるなら行ってみてくれないか。念のためこれを持っていくといい。しえー、発砲と、発砲と。 この,えこの刀にはすでに三つの属性の邪気が溜め込んである。ただしこいつは七宝刀の代わりだ。本物の刀は鏡屋が持っていったよ。あ、あの奥にもう一人なんかいたな。あいつがあそこにいたのか。じゃあ、錠前屋なのか、あいつも。一応。いや、俺が誰だかわかるよな、みたいな言い方してたけど、わかんねえよ。そんなもん。八宝刀を手に入れました。 発砲筒では邪気を吸い込めないあくまで代用品だよはははあ、はあ、えー、ぐー何だっけもう忘れたグイリーかグイリーを探して、えー、刀に溜まってる邪気をぶつけてやるんだそれでグイリーの邪気を打ち消すことができるそうやって封筒の中をきれいにしていくんだなるほどな封筒の中は複雑だ迷いたくないならナビが、えー、ナビが雇えるがナビ 詳しいことはゼンマイヤにでも聞いてくれゼンマイヤまた遠いとこにいるやつにこいつ怖いな <laughs> ちょっと待てフートンってフートンってネジ屋の横の脇道から行くとこじゃなかったっけチョンキンガーデンに行きたいんですけどチョンキンガーデンに鏡屋がいるんでしょチョンキンガーデンに行く前にゼンマイヤにいろいろ話聞かなきゃいけないのかなちょ一回チョンキンガーデンの方面に行ってみましょうかゼンマイヤは無視して こっち行って、八方と手ぶらじゃないよもう。あれ何もいなくなってる。いや、いない、いないはずのところに誰かが行くのいるのも怖いですけど、いるはずのところにいないのも怖いな。八方とね。八方と。ジャケは吸い込めない。入れるかなあ、入れる入れる。チョンキンガーデン行きましょう。セーブしてえな。 クーロネット、クーロネット端末ないかな、クーロネット端末。おおえこのインターフェーサーなんだ。チョンキンガーデン2階。